宙世紀、人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させていた時代、地球圏の総人口は宇宙移民スペースノイドの独立戦争、後に一年戦争と呼ばれる戦いで半数にまで減っていた。この戦いに勝利した地球連邦が荒廃した地球の復興に追われる陰で、スペースノイドへの不信感を拭えないでいる地球至上主義者らは治安維持部隊ヒターンズを組織し、スペースノイドへの締め付けを始めていた。先鋭化したティターンズは本来は上部組織である地球連邦すらも操り、常軌を逸した武力行使へとその暴挙を拡大する。一方、地球連邦から離反した軍人たちによってティターンズの暴走を止めるべく、反地球連邦組織が結成されたAEUG、そしてカラバである。AEUG、カラバはティターンズに対しゲリラ戦を挑み、宇宙に地上に激しいモビルスーツ戦が繰り広げられた。半年以上続いた内戦の後、地球の人々はAEUGとカラバの政権放送によってようやくティターンズの非道に気づき、その呪縛から離れつつあった。かくして人類は地球連邦、ティターンズ、AEUGカラバ同盟軍の3勢力に分かれ、激しく争うこととなった。時に戦いが新たな局面を迎えていた。宇宙世紀0087、12月。当プロスペローは地表 220km、 秒速約 8km で安定した衛星軌道を周回中です。衛星軌道では重力と遠心力が釣り合っています。これ以上速度が遅ければ地球に落下し、速ければ地球から離れていきます。宇宙は人間にとって決して住みやすい環境とは言えません。そこは何してんの？人間が生きていくために必要な空気がない真空の世界です。火のついたろうそくは消えてしまいます。空気が少しだけ入った風船は気圧の差によってどんどん来週無重力実習の試験があるの。だから練習。宇宙で人間の体を守るための。アサギは偉いよね。未来は自分で切り開いていくものなの。まもなくダカール宇宙港行き。ねえアサギ、行かなくていいの？お客様は地球に帰ったら当分無重力なんて経験できない、つまんないなって言ったのはタクヤじゃない。そうだけどさ。お願いいたします。戦闘だ。この美しい星をめぐって連邦とAEUGとティターンズが戦ってるなんてバカみたい。大変だ、シャトルに急ごうよ。大丈夫、戦闘区域からは離れた民間航路でも間違っても戦闘になんか。緊急事態発生。タクヤ、シャトル救出しています。A ブロックの秘密ドアを閉鎖します。誰が発信を許可した？まだ2名の搭乗が確認されていないのに。シャトルの切り離しシステムが作動しました。残された2名はどうなる？真空の地獄で死ぬしかない。なんで僕たちまだ残ってるのに。暇はない。いいか、その船は今の攻撃で速度が低下して落下軌道に入った。どういうこと？黙ってて。助けてやりたいが、こっちもこのありさまじゃとてもじゃない。そんな。回転居住区へ急ぐんだ。これは上官の命令だと思え。はい。君たちの船はいずれ地球に墜落してしまう。船体がいつまで持つかもわからない。しかし幸いなことに回転居住区には救命艇が装備されている。今すぐ救命艇に乗り移ってそこから脱出しろ。プロスペロを捨てるんだ。そんな。黙って聞け。君たちの船は
さっきの攻撃で軌道方向に対して90度横向きになっている。そして回転居住区は67メートルのアームが1分間に2回転して 0.3G の重力を生み出している。つまり秒速14メートルの速度で回っているんだ。これを進行方向に向かって切り離せば、上に向かって投げた方が、それじゃあ速度も落ちる時間も全く変わらない。接線方向に加速して時間を稼ぐんですね。そうだ。何色のシャフトに入った？グリーン。でもどうやって切り離すんですか？ビームライフルでシャフトを撃ち抜く。核壁を閉じろ。そんな乱暴な。それしか方法がない。急げ、10秒後に撃つ。流出が確認されました。船内気圧が低下しています。お姉ちゃん、お客様はノーマルスーツを着用になるか、お近くの救命艇にお急ぎください。船内気圧が流出が確認されました。船内気圧が低下しています。お客様はノーマルスーツを着用になるか、お近くの救命艇にお急ぎください。なんで船外ハッチが開かないの？ハッチの外側が真空になっています。救命艇との接合部をもう一度確認し、再度開閉手順を行ってください。どうして？なんで真空なのよ。救命艇がノーマルスーツを取りに戻らなきゃ。居住区が減圧されているためハッチが開きません。無理やり切り離したりしたからだ。どうするの？こんな狭いとこで死んじゃうの？このまま救命艇に乗り込む。だって真空でしょ？もちろん。真空に出たら血液は沸騰して体は風船みたいに破裂しちゃうんでしょ？人間は風船より頑丈にできているから、そうなるまでに何分もかかるの。そんな絶対に無理だよ。私たちのパパは昔やったことがあるんだよ。これと同じ状況で20秒間生身のまま真空に出たって。パパができるよね？ハイパーベンチレーションの説明をするね。外へ出る前に深呼吸を何度も繰り返すの。あらかじめ血液中の酸素濃度を高くしておくわけ。だけどこれは緊急事態の時だけ。酸素濃度が高くなりすぎて意識を失うことだってある危険な方法なの。わかった。いい、ハイパーベンチレーションをしてから私が合図したら一気に肺の空気を吐き出すの。そうしないと気圧の差で肺が破裂しちゃうからね。それから目をつぶって決して目を開けないこと。わかった？じゃあ深呼吸して。もっと深く。行くよ。ハッチのロックが自動操作で解除されました。
て話してくれないかな。うん、そっとね。え、アーチにぶつけたみたい。筆がおかしいの。じゃあ誰が操縦するの？大丈夫、こういう救命艇は素人が乗り込むことも想定して自動操縦システムになってるの。さあ地球に帰ろう。ミノフスキー粒子が濃いみたい。電波妨害されてる。アナハイム社の緊急救命艇エアリアル D300 にようこそ。もう安心です。エアリアルは救難信号を発信しながら全自動で大気圏再突入。エアリアルはリフティングボディを使用しています。翼はありませんが機体全体で揚力を。我々の地球を覆ういわゆる大気圏はおよそ 120km の厚さを持っています。しかし地球の半径 6370km に比べるとそれは大気圏への突入角度が浅いと大気上面で弾かれ角度が深いと燃え尽きてしまいます。しかしご心配には及びません。当エアリアル D300 のナビゲーションシステム。もういい加減にしてよ。それではあと5秒でエアリアルは地球への帰還シークエンスを開始します。どうしたの？船外固定アームが外れていないので地球帰還シークエンスは実行できません。最寄りの係員の指示に従って。最寄りの係員なんて180キロ下だよ。もういい。タクヤ、マニュアルでやるね。マニュアル操縦モードが選択されました。自動操縦モードに復帰はできません。アサギ大丈夫？操縦なんかして。タクヤがやるの？そんな無理だよ。僕アサギみたいに宇宙アカデミーにも行ってないし。出力関係は左手でなんとかできるから。タクヤは姿勢制御だけしてればいいの。僕まだ10歳なんだよ。大丈夫、私シミュレーターでいつも満点なんだから。敵っこないよ。やらなきゃプロスペローみたいに燃え尽きるんだよ。行くね。逆噴射で速度を落とすの。それから姿勢を変えて再突入するよ。決めて姿勢を保ったらそのままの進入角度で行くの。操縦桿を絶対に動かさないで。推進剤を使っちゃったからあと1回できるかどうか。空気の残りもあまりないし、シミュレーションの満点なんて意味ないね。もう1回ならできるの？ギリギリね。でもダメかもしれない。可能性はあるの？可能性はね、
じゃあやろう。未来は自分で切り開くって言ったのはアサギだよ。次は何をすればいい？今の軌道を確認するね。スピードを落として地球に戻る軌道に乗り換えるの。逆噴射。陸だよ。当たり前じゃない、地球だもん。帰ったらナタリーやヨシユキに自慢してやるんだ。すっごい冒険したって。クラスのヒーローになれるね。そろそろパラシュート開くよ。ちょっと衝撃が来るから。そのまま何もしないで燃え尽きちゃうつもりかい？さあ、立って前を見るんだ。操縦桿と計器だけに集中しろ。見て！安定させろ。機首を上げるんだ。ダメだ、エアリアルの質量と速度がありすぎる。アサギ、自分たちが未来のために戦っていると信じたいからさ。未来のため？いつかまた空で会おう。
愛というものはいつもこのようにしたいものだ。戦場では嫌だね。